今日もいい夕日が見えますよ。行くぜチャリンコで。こんにちは、平山茂です。私は今自宅から自転車で二子玉川に向かっております。いや今日もいい天気でね、本当にいい天気で、雲がね全くないですよね。雲が全くない。ありましたね、ありますね雲。ただ太陽が眩しいね。キラキラ、ギラギラ、うわ来た、ギャー、これはいい夕日が見れますよ。いい夕日が、絶景ポイントまでちょっとチャリンコで頑張っていきますから。ちょっと待って、ちょっと。お元気してますか皆さん。今日は11月5日木曜日の夜でございますね。皆さん今夜もご視聴ありがとうございます。皆様お仕事お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。今日もこの平山茂の大丈夫だよを見てくれて本当にありがとうございます。今日なんですけれどもね、私は自転車に乗って夕日が綺麗に見える、ちょっと惹かれそうになりました、二子玉川。ちょっとね前から気になる場所があるんで、そこに行ってみたいと思います。多分ですけどめちゃくちゃ綺麗な、あれ知ってる車だな、まあいっか。なんかマクドナルドの匂いがしますね。あそこにマクドナルド、あそこにマクドナルドあるんですね。あそっか、じゃあそこもうすぐその辺ですね。この前僕が一人で虚しくマクドナルドを食べてたのは、その時の動画は見てくれましたか。朝マック&城ヶ島ドライブ。お、渡ろう渡ろう、渡っちゃおう。はいよう、あ、痛い痛い。さあ今またカンパチ出たんですけど、また目黒通り戻ってきまして、轟渓谷の近くですね。こっから下るんですけども、横浜のランドマークタワーなんかも見えちゃうというね、この轟世田谷エリアというのは非常に、ここにはね古墳もあったり、古墳があるんですよね、この辺には。東京もなかなかね本当に奥が深い。こっちからバイーンとね行っちゃうよ。これなんか下りばっかりってことは帰りは上りか。まあいいでしょう、帰りは取らないしな。すぐ余計なところはカットしてね、編集して早くアップしろ、アップロードしないといけないからね。いやいや、上りが来たぞ。よいしょ、上りが、いや近づいてますね、近づいてますよ、行きたいところにちゃんと近づいてます。目印は太陽ですからね。面白いですかこれ、この動画は失敗ですかね、大丈夫でしょうか。まだ大丈夫だよは一回も言ってないですね。ちゃんと言いますよ、それが言いたいわけだからね。それが言いたいんだけど、まずね、まず目的地についてね、自分をまずちょっと大丈夫にしないとね。11月5日木曜日の夕方ですよ今。こんばんは皆さん、今日もお仕事お疲れ様です。
二子玉川の堤防からね、夕日を眺めております。大丈夫だね、これは大丈夫、本当に大丈夫だわ。あ、大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫だね。ここね、いいんだよね。あの眺望公園って、ちょうどこの本当にいいな。スタバあるし、シュガードーナツ。大丈夫だな、大丈夫。大丈夫だよ、大丈夫だからね、大丈夫よ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。僕はね、夕方5時以降にね、コーヒー飲むとね、寝れなくなっちゃう。だからちょっと紅茶に抑えた。まあ、紅茶もね、寝れなくなるんだけど。大丈夫だよ、大丈夫。いい場所があるよね。映ってますか、私は。大丈夫だよ、大丈夫だからね、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫。ちょっと待って、今気づいたんだけど、富士山見えるね。富士山、富士山見えるよ、富士山。うわー、富士山見えますね、すごいわ。見えるかな、こっちから。切り替えるよ、切り替える。夕日が沈むよ。富士山わかりますかね、この太陽のちょっと右手のね、大きい塔の真上ぐらいなんですけどね、ちょっと雲かかってますけど、いやー、美しい、美しいよ。明日は金曜日です。一生懸命頑張りましょう、明日も。一生懸命行きましょう、一生懸命楽しみましょう。最高な一日にしてください、明日も。まもなく太陽が沈みます。富士山に沈む夕日。
非常に眩しいですね。沈む。太陽さん、さよなら。また明日。また明日ね。皆さんもまた明日。大丈夫だよ。大丈夫だから。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。よし、帰るか。明日も頑張ろう。よし、大丈夫大丈夫。